やっちゃいますよ。いいんですか？本当にやっちゃいますからね。皆様、いつもありがとうございます。日出ずる国 TV のお時間です。今回のお題は、徳和の最終手段についてです。メンツを保つためなら、手段はいといません。そんな中国の最終手段を ANN の記事からご覧くださいませ。中国軍で台湾海峡などを管轄する東部戦区が、訓練映像などを利用したミュージックビデオを発表しました。台湾に対する圧力とみられます。ミュージックビデオは、もし今日開戦したらというタイトルで始まります。山間部や高地で行われる兵士らの訓練映像が使われているほか、複数のミサイルが発射される場面も登場します。歌詞では、今日戦争が始まってもいいように、毎日、完全武装して支度を整え、出発を待つなどと、臨戦態勢で戦意高揚を図る言葉が並びます。ビデオの最後は、祖国よ、命を懸けて戦うの文字で終わります。制作した東部戦区は、台湾海峡や東シナ海を管轄し、アメリカと接近する台湾を強く牽制する狙いと見られます。との内容です。これ、ミュージックビデオというより、ただの恫喝映像です。先日から、米国の厚生長官や国務次官が台湾を訪問したり、新型コロナから EU とも関係が悪化している中国としては、一帯一路含めて思い通りに行かなくなった結果、行き着く先は恫喝しか手がなくなってきてるんでしょうね。また、1700社もの日本企業が中国からの撤退を申請すると、対外的なイメージ、いわゆるメンツを何よりも優先する中国としては、早速それを分析する記事を17日に中国環球時報が発表し、内容としては、現在中国に進出した日本企業は3万5000社に達しており、1700社は 5% にも満たない。一般的な状況で 5-10% 程度の企業が経営環境変化や自社の問題のために中国市場から撤退するため、1700社の日本企業撤退は正常という状況という感じで、要するにうちとしては全くダメージはありませんよとアピールしている状況です。ただ日本として怖いのは、表向きではこのようにノーダメージを装いながら、実際に日本企業が中国から撤退する直前には中国国内で新しい法制度などを即日施行し、在中企業を何の悪びれもなく没収したりするところですから、気をつけないといけません。現実的に今までもそんなことがありましたからね。さらに冒頭の恫喝ミュージックビデオと時を同じくして、習近平国家主席はこのような演説もしていた模様です。中国の習近平国家主席は21日、国連創設75年を記念する国連総会の高官級会合でビデオ演説を行い、トランプ米政権を念頭に、いかなる国も世界で自分のやり方を押し通し覇権を握ることはできない、一国主義は八方塞がりだと批判した。一方で、我々は一貫して多国間主義の実践者であり、国連を中核とする国際体制を断固守ると述べ、中国が国際法を基盤とする国際秩序の擁護者だとアピールした。国営新華社通信によると、習氏は新型コロナウイルス感染症が世界への厳しい試練だと指摘し、世界的な脅威には世界規模の強力な対応が必要だと各国の協力を訴えた。新型コロナが今年1月、世界で初めて中国湖北省武漢で検出され、その後、世界に感染が拡大したことには言及しなかった。習氏は、ポストコロナ時代の国連のあるべき姿や果たすべき役割として、最初に正義の擁護を挙げ、いかなる国も国際的な事務を独占し、他国の運命を握る権力は持っていないとして、
トランプ米政権を暗に批判した。続いて法治の厳格な実行を掲げ、各国間の関係と利益は制度やルールによってのみ調整できると強調。力の強い者が言うことを聞かせることはできないと主張した。さらに、協力の促進を訴えた習氏は、中国共産党の脅威を強調しているトランプ米政権を念頭に、冷戦思考に立脚し、イデオロギーによって線引きを行い、勝つか負けるかのゼロサムゲームをやれば、本国の問題を解決できないだけでなく、人類が直面する共通の挑戦に対応できないと牽制した。との内容です。この記事の中の米国を念頭に置いたとされる、いかなる国も世界で自分のやり方を押し通し、覇権を握ることはできない。一国主義は八方塞がりだ。というのを、いつもながら徳和は本当に自己紹介が好きですよね。いかなる国も国際的な事務を独占し、他国の運命を握る権力は持っていない。というのも、 WHO を含めてあらゆる国際機関をお金に物を言わせて都合のいいように使っておきながら、よく言えたもんですよね。まあ結局この産経新聞の内容すべてが今自国が困っているのを公表しているような内容です。今の米国も似たようなところがありますが、自国の利益だけを追い求めると最終的には自分の首を絞めるという分かりやすい例ですね。さて、台湾については予断を許さない状況で心配ですが、ここで手を緩めても何の解決にもならないので、ここからがさらに踏ん張りどころです。今回は行き場を失った中国の恫喝含めたイメージ戦略の話でしたが、いかがだったでしょうか。改めて皆様のコメントやチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。以上、恫喝すればするほど自ら望んで八方塞がり